皆さんこんにちは。日本人の、兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。2023年7月の30日、次は、オープン AI に関してアルトマンという方がチャット GPT の、CEO だとは聞いているんですが、まあ、ちょっと僕の方の認識がもしかしたら間違えてるかもしれません。年齢が若く見えるんですよね。その年齢でそういうふうなことを本当にできるのかなという不可解な部分はどうしてもあるんです。まあもっと上がいて、その人たちが責任を持たないようにして、アルトマンという方、ある程度の年齢の方を前面に出してきたのか、まあ、どこの会社がどれだけ株を持っていてお金を動かしてとか、どういう今までの人間のつながりがあってとか、そこまで見なかったらはっきりしたことなんてわからないんですよ。で、そのアルトマンさんが仮想通貨どうこうみたいなことを、しているという記事は見かけました。で、仮想通貨に関してものすごく疑問を持っています。どこかの国のお金に換金できるのかどうかと、そもそもこの国にはそこまでの貨幣価値はないということで仮想通貨扱いをしているのか、その仮想空間でのお金っていう意味合いがよくわからないんですよ。例えば私のケースで言うと、例えばダービースタリオン、マスターズというものを提案しました。ある程度の内容で、でそこで、まあ、正直売上対して上がらないでしょうから、ゲーム内のそのお金で買えるようなものでこれぐらいの金額でいいですよと、まあ、一応自分でもお金を払って購入もしてみたんですけども、まあ、1円ももらってはないんですが、まあその働いた労働の対価として、そのゲーム内で使えるようなものに変えてしまったことを仮想通貨とおっしゃっているのか、我が天下や我が天下戦国富豪では1円たりともお金ももらってないし、原稿とかね、ああいうふうなもの1つももらっていません。で、まあ、そこはお金を請求かけたいです。売上しっかり出したら売上があるでしょう。私が提案しなかったらあのゲームはこのように存在していませんのでね、かなりいろんな内容を詳細を提案しますので、まあある程度の支払いがなかったらこれは無理ですね。世の中のアイデアの搾取をずっと行われる。で、さらに言うと、まあ、音楽業界へのメッセージということで、まあ、対バンの意味とは、アイドル対バンドの意味なんです、という意味なんですよっていうことで、まあ、バンドマンとさせていただいたのは、まあ、マンはヒューマン、人間という意味合いで、ね、その AI がね、どこからどこまで、勝手に、身勝手に曲を作るのかっていうところで、まあ、初音ミクの頃からが本当にそうだったのか、私の知ってる限りでは、いろんな人たちの、作詞作曲したものを、初音ミクという形で、世に公表してるぐらいだったんですね。だから、はっきりとは分からないんですが、これ科学的に行おうと思えば、誰かが作ってる作詞作曲を、まあテレビに出てる音楽関係とか、まあ、今後デビューする音楽関係の学生さんとかに頭の中に入れれることができるでしょ。まあ、ひらめかすという言葉を使ってもいいですよ。だからちょっと、世の中、AI をなぜ認めるんだっていう話にどうしてもなるんですよね。その危険性、神がかり的な力プラスでね、結局コンピューターが使えますから、じゃあどこにまともな世の中があるんだっていうことになりますし、そもそも仮想通貨というものをなぜ作ったんですかということになるんです。国家の信任のない、通貨に関しては法律的に認められていません。
で、アメリカが国家の信任のない通貨を認めてしまったっていう歴史があるのはこう近年であったっていうのはウィキペディアで見たんですけども、ね、ウィキペディアの情報が変わってしまうんだったら、それ信用できるかどうかわからないじゃないですか。だから、その、FX とかで自動で行うんじゃなくて、人間が主導で世の中の社会実態を見極めて得する損する、これがないと無理だと思うんです。やめないですから。もともと大企業や国しか大きなお金は動かせません。で、各自自分の国の面倒を見るので、本当のところは手いっぱいなんです。まあ、特に日本は第二次世界戦争であれだけコテンパンに、まあ、やられてますんでね。もともと余裕がない。プラス大きな地震が、ここ30年間の間に、多数発生していると。これが事実ですんで、災害まで、一体いつの災害なんですか、本当のところはの話になってしまいますから。まずウキペディアで嘘を掲載しないこと、特に生まれたところがどこだとか、いつ亡くなったかだとか、そういうふうなところはしっかりと本当のことだけを世界中で記載してください。情報を統一化してください。で、テレビのニュース、これも本当のことだけにしましょう。昔のニュースをさも今起きたかのように放送するのはやめましょう。これ何回も言っています。見ないというような形に逃げるのはやめましょう。テレビにも向かって言ってますから。以上です。皆さん、長い間ご清聴ありがとうございました。正直、チャット GPT、ああいったものを推奨する方たち、仕事を怠ける心からそうなったんじゃないですか。変に稼ごうとか思ったりとかしてね。稼ごうと思わなかったらいいんです。そちらの方が考え方早いです。そうすれば世の中に迷惑をかかる、世の中に迷惑がかかるようなものを作ろうとしなくなりますから。これは工業界とかでも同じ。筋トレとかでのどうでもいいような、トレーニング器具とかね。もうこの辺の近くなんて、一般的なスポーツジム自体、私からしたら必要ないと思ってますから、それなのに、タオジ駅から岡場間のこの近辺でもう3店舗もスポーツジムができて、もともと岡場駅のエコールリラの2階にあるスポーツジムはもともとガラガラ。で、タオジ駅近くの、江南の中にある朝日工業さんのスポーツジムもガラガラ。なのに、岡場駅から降りて、まあ、交差点があるんですけども、そこに、チョコザップかな、何かそういう風な名前のスポーツジムが出来上がってしまった。もともとそこも、最初はコンビニエンスストアがあって、ローソンだったと思います。倒産、まあその支店がね、支店が倒産して、で、その後居酒屋さんができて倒産して、で、その後、チョコザップだったと思います。もしかしたら間でまだ何か一つ別のものがあるかもしれませんけど、もう、岡場の駅の、その、目の前という立地条件でも、もういろんなところにいろんなものを作りすぎてるから、無理なものは無理なんです。で、例えば北新ビルの1階にもともとファミリーマートがあって、だけども20年以内に、もう多分10年ぐらいだったんじゃないですかね、閉店ですね。で、その後出来上がったのが、美容院で10年ほどで閉店。それをずっと繰り返してる人たちがいて、とにかく開業しはならないんです。もう空きができたらもう空きでいいんです。無理ですよっていうことを皆さんに分かっておいてもらったらいいんです。何出店してもっていうことで、どこかが潰れるんで、これ以上出店はやめてくださいって、そういうことなんです。以上です。皆さん長い間ご清聴ありがとうございました。まあ、チャット GPT と仮想通貨の件に関してですね、もうこれ以上ややこしいニュース、テレビで放送しないでください。銀行員も仮想通貨に関して、
応えれなかったんですよ。三井住友という旧財閥2つが合併したところの窓口に聞きに行って、この仮想通貨というものは銀行でお金に換えれるんですかって聞いても返答がないんです。で、iPad の画面を見せて、その当時 iPad を外でもつながるようにしてましたから、こういうふうに数字が変動してるんですけども、これどうなんですかって言ったら、びっくりして店員が、銀行の店員がですよ、本当に動いてるわって言って奥の方の多分上司か誰かに聞きに行ってると思うんです。その後明確な回答は得られませんでした。だからもうしてることが全然わからない。こんなに嘘たくさんはテレビで放送されたら、余計なものをマイクロソフトさんも、これ以上もう進化とかそんなものどうでもいいんです。そんなこと、そんなようなことを考えなくていいから、もう今あるものでいいんです。作れば作るほど問題が発生しますから。ね、イーロン・マスクさんのそのツイッターの件も、X だのなんだのっていう方向になって、その後また、青色のものだのなんだのっていう話になったでしょ。もう作れば作るほどややこしいことになりますから。以上です。もうこれ以上変えようとしないでください。無料だったものを有料化しないでください。今必要なのは、例えば新聞社とか、まあいろんなインターネット記事とかで古くなった記事、そういったものを削除する人たちです。そうじゃなかったらデータが増えっぱなしです。以上です。皆さんご協力のほどよろしくお願いします。無駄なエネルギーずっと使い続けますよ。